けはけほっとけ。2021年2月7日西宮のね、奈良浜水公園に行きました。まあ300円の入場料ですね。前日はね、白鷺のズボズイでね、65センチほどのね、羽が釣れたそうなんですけどね、期待したんですが、誰も何も釣っていませんでした。サベキダメ、投げもダメ、ズボズリも白鷺の指巻きの人もダメ、落とし込みの人もダメ、ミノを投げるルアーの人もダメ、私の息子はね、カニのイミテーションでですね、落とし込み風のルアーをやったんです。全く反応がありません。坊主でした。でもね、釣れなくてもね、暇だからだと思うんですけどね、あたりにいる鳥を見たり、そして太陽のですね、沈む丸い綺麗な景色を見ました。それは目に焼き付けました。まあ坊主でもね、命の選択ができたというか、楽しかったです。坊主乾杯ですね。息子と海釣り公園に来ました。奈良浜です。重りを追加して、底ついたのが分かるようにする。うん、オッケー。まあ、たるみまくってるから。ああ、オッケーオッケー。落とし込みみたいなもんですね。やり方は、ワームを際の壁に沿ってちょっと変化をつけて、ちょっと上下に揺らしたりして、あたりを回ったんですけどね。なんかパッと見た感じ、誰も釣ってない感じですね。ファミリーフィッシングなので、回遊魚をサビキで狙ってるようですが、それでも釣れてませんね。釣り方はですね、こすり釣りですね。ベイトキャスティングリール、餌はソフトルアー、ワームですね。結構暖かいですね、今日は。まあ冬はね、スズメは群れてるんですね。もうスズメはね、そして春になるとつがいになって子育て、産卵子育てするんですけどね、今も寝てるんですね。さあ、誰も釣ってないな。まあのんびりとこんな風に釣り場で糸を垂れるのも楽しいね。すごいね。さてと、周り誰も釣ってる様子がないですね。今帰った人もさ、クーラーボックスなんかちらっと見たけど、そこないピンポンサビキやったけどなあ、寒さ2月7日、
もう本当に2月7日ももう真冬やもんな。鳴尾浜ね、海釣り公園も誰も釣っていません。あの人はルアーのあれやね、ミノを投げて、そしてルアーやけど一歩も動いてないの。うん、まあ回遊魚やから向こうが寄ってきて、ああ、うん、まあ、じっとしとってもストラクチャーやね。うん、向こうの人もだから二人並んだやろ、うん、両方ともやっぱり夕方になると出てくるよな、ファミリーフィッシャーマンがいなくなって。でもルアーはね、ほんまに真っ暗になるまで、うん、真っ暗になったらもうあかんやろ。あ、そうか。ただ、立ち泳の頃やったらな、で、ちょっとね、ケミホタルというか明かりをつけてやる人もいるやな、夜は。うん、だからやっぱり鈴木ぐらい来るかもしれんな。そうやな。うん、寒い？いや、寒くはない。寒くない。そうよ。あ、イソシギが止まったぞ。ちょっと見に行ってみよう。シギの仲間はね、さっきイソヒヨドリもいたんですけどね、イソシギが止まってます。ああ、イソシギだ。うん、休んでるけど餌は取れないのにな、こんなとこでは。イソシギです。あ、さよなら。夜になってきましたの。綺麗な太陽が、夕焼け赤いよな、ちょっと。ほんま綺麗よ。ほんま。